なる you too。 またしても買ってきました。リベンジです。ドラゴンボールミラクルバトルカードダンスプライドオブプリンス。ドラゴンボール界100億枚突破カードダンスブースターブラック。カカオトー、貴様を倒すのはこの俺だ。悟空を超えろ、プライドオブプリンス。ブーのあたりでしょうか、ベジータの物語なのかな、このシリーズは。超オメガレア6種限定1種。なんやこりゃ、なんやこりゃ、楽しみだな。それでは開ける。前回外れたからな。カカオトー、1枚目がかっこいい。まさに一番欲しいと思われるようなカードが当たりましたね。まあ、スーパーレアなのかもしれないけど十分。じゃん、俺はスーパーベジータだ。ちょっと動画だと伝わりにくいかもしれないけど、あ、来た来た来た、こんな感じこんな感じ、ピッカピカ。そしてベジータの絵が超かっこいい、ベリーグール。はい、まずこれ、俺はスーパーベジータだ。うわ、ピカピカ。これからが本当の地獄だ。さりげなくこれもかっこいい、スーパーサイヤ人トランクス。キラキラでもいいんじゃないこれ。人造人間18号、ほんと旬なところだねこれね。ピッコロ、これはもう誰かを守って死ぬ寸前って感じですね。ご飯って感じでね。ザーボン、ちょっと古くなったぞ。いいんだろこれで。だからポタラつけるとこですね、ベジータがね。で亀仙人、ちょっとかわいいね。最後はなんかこれ告知カードかなんかも入ってますね、恒例の。やっぱりこのシリーズベジータ編みたいで、ベジータ3枚も入ってましたね、これ。キラも合わせて、全部ベジータ。いや、やっぱ僕の世代だと、トリコ、ナルト、ワンピース、ドラゴンボール、ハンターハンターかなとかってラインナップがあると、ドラゴンボールのこのパッケージ見ると一番なんか燃えるんだよね。まあ、ワンピースも燃えるんだけど、見てたからね、ちっちゃい時に。すごい燃える、これ。かっこいい。それにしても、それにしてもかっこいいね。そして今回のドラゴンボールのパックを買う時に、ついでに、ナルトとワンピースもう一回リベンジを買ってきました。また後日動画でレビューします。お楽しみに。 Today's the game, bye。 100 100 ちょっとこうやって、あ、もうちょっと端っこでいい。あ、そう、俺がいるけど実はちょっといるみたいな。あ、これ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 。キラキラしてるところでいきます。キラ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 。もう一回やっておこうか。もう一回やろう。うん。登録してね。YouTube、YouTube、夢を掴め YouTube。